どうも、百バスです。今私は、ジャカルタのスカルノハット空港にいます。で、今からね、この種類あるラウンジ、じゃあプライオリティパスで入れるラウンジなんですけども、そちらにね、トランジットが5時間ありますので、こちらで、ね、ちょっとゆっくりしつつ、パソコン作業しつつ待ちたいなと思っております。それでは行きます。これはポテトですね。これはタンドリーチキンみたいなものでしたね。これはパスタで、野菜の炒め物ということで、食事がだいぶ充実している感じがしますね。春雨とかサラダとかもありましたね。で、あとこれがちょっと分かんなかったですね。何かあとはケーキと、あとはパンがねちょっとありました。まあ、食事自体はだいぶ充実していて、ピザとかもねありましたし、デザートとかもありましたんで、これがプライオリティパスでね、無料で利用できるのはいいんじゃないでしょうか。で、まあ、ちょっと縦長のラウンジになっていて、一番奥にね、ビール、あとコーヒーバーがあります。で、ビールはね、無料で飲むことができて、ソフトドリンクもあります。こちらにはね、お水とかレモン水とかそういうものがありました。で、入り口付近にはね、このヌードルバーみたいなのがあって、その場でね作ってくれるんですけど、まあ、時間帯によってね、ヌードルバーだったり、他のものだったりねするみたいで、トムヤムスキーっていいんですかね、合ってるんですかね。まあ、私が行った時間帯は、最初は麺類で、その後はトムヤムスキっていうのをねいただけました。あとは紅茶等々がありましたね。あとスナックありました。残念ながら食べても何だかわかんないですよね。ちょっと隣にあって
隣にあるやつですね。でも豆っぽいのが入ってるやつ分かるんですけど、これも何だか分かんないですね。となっております。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。